太蔵曼羅中大八要因太蔵界五仏は仏教の尊像の一種で密教の世界観を表した両部曼羅のうちの一つ、太蔵曼羅の中心に位置する五体の仏のことである。具体的には大日如来、報道如来、海家王如来、無領寿如来、天古来因如来を指す。密教では金剛会曼羅と太蔵曼羅の二つを最も重視しており、 これらを合わせて、両部マンダラという。これらはいずれも7世紀頃に、インドで成立した密教経典に基づいて、密教的世界観、悟りの世界を視覚化したものである。大蔵マンダラは、大日系の諸説に基づいて作られたもので、サンスクリット語の元の意味は、大いなる慈悲から生じた、マンダラである。なお、今後界と大になる関係で、日本では、平安時代以来、 天台集から、大蔵界荼羅と称され始めるが、言語には、会を意味する語は含まれず、古源的には誤った表現である。また本来は慈悲を表すため区切りを意味する、会をつけるのは、不適切であり、正しくは、大蔵曼荼羅と称すべきである。大蔵曼荼羅は全部で十二の区画に分かれており、そのうち、中心になる、中大八王院には、蓮華の中央に、大日如来、 周囲の八つの花びらには、報道、貝復家王、無料寿、天古来院の四仏と、普言、文樹、未自在、弥勒の四菩薩が位置している。このうち、大日如来と四仏を合わせて、大蔵五仏と呼ぶ。大日如来以外の四仏の位置と方角をまとめると、次の通りである。なお、日本では、大蔵五仏の実を造形化した古い遺品はほとんど、知られない。 1980年に再建された延暦寺のホッケ寺院等々には昭和期の松久法輪らの策になる大蔵会ご仏が安置されている。ありがとうございます。